ベイスターズの先発三浦大輔の立ち上がりです。初回は2アウトから連続フォアボールでピンチを迎えましたが、5番のマートンをセンターフライに打ち取って1回の表は抑えます。その裏、タイガース先発の藤浪ですが、ベイスターズは関根ピッチャーゴロの後、石川、梶谷連続三振で3人で終わります。2回の表、ツーアウトランナー二塁で打席に入ったのは藤浪。三浦が甘く入ったボール打たれました。藤浪のタイムリーツーベースヒットでタイガースが先制します。しかしその裏のベイスターズ、筒香ロペスのフォアボールからチャンスを作ってワンアウト一塁三塁で倉本、センター前にタイムリーヒット、すぐに同点に追いつきます。さらにこの後ツーアウト満塁と藤浪を攻めて、今日1番の関根、しかしここはセカンドゴロ、藤浪を攻略することができません。その直後の3回の表、三浦は簡単にツーアウトを取ったんですが、4番のゴメスに対してボールが甘く入りました。11号ソロホームランはレフトのスタンド最上部フェンスを直撃します。さらには4回、この回もランナーを2人のピンチを招くんですが、ここは上本を三振に取ってピンチをしのぎます。しかし6回です、もう一度ピンチで上本を迎えます。ツーアウト満塁、今度は甘く入ったボール上本が捉えました。左中間を深々と破っていく走者一掃の3点タイムリーツーベースヒット、これで5対1とタイガースのリードが4点に広がります。その裏、ベイスターズもワンアウト二塁三塁とチャンスをつかんだんですが、バルデリス、倉本が連続三振、藤浪がピンチをしのぎます。そして7回です、この回から登板した2人目の長田がワンアウトからゴメスにツーベースを許して、続くマートン、センターの右にタイムリーヒット、これで6点目。さらにワンアウトランナー2塁で変わった林から鳥谷がレフトへのタイムリーヒット、7対1となります。8回にもタイガースは1点を加えて8対1、そして9回最後はピンチヒッターのゴメス、後藤武俊が登場しましたが、9回から登板の筒井の前に三振でゲームセット、8対1タイガースが勝ってベイスターズ敗戦です。しまうでしょうね。さあ、それでは藤浪のヒーローインタビューです。放送席、そして横浜スタジアムにお越しの阪神ファンの皆さん、今日のヒーローはシーズン7勝目挙げられました藤浪投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。雨の中、今日はどんなことを心がけて、どんなピッチングだったでしょうか。そうですね、まあ、雨でちょっと下が抜かるんだりしてたんで、まあ、もちろん怪我しないようにっていうのと、まあ、なんとか粘り強く投げようと思って、はい、マウンドに上がりました。でも今日は本当に皆さんよく点取ってくれましたね。そうですね、やっぱり野手、の皆さんたくさん打ってくださって、すごい楽な展開で投げさせてもらったんで、まあ、昨日ね、山本さんが、連敗ストップしてくれたんで、自分自身すごい楽なマウンドになりましたし、まあ、できれば完投したかったんですけれど、まあ、ちょっと球数がかさんじゃったんで、次以降しっかり頑張りたいと思います。でもその試合を点を動かしたのは藤浪さんの素晴らしいタイムリーツーベースでしたね。いや、そうですね、まあ、狙ってた球種がたまたま来たんで、はい、たまたまバットに当たってうまく飛んでくれただけだと思うんですけれども、はい、実はプロ初安打も初打点も三浦さんだったんですよね。そうですね、はい、ここで確か、ツーベースを打った覚えがあるんですけれども、はい、まあ、今度浜下来た時はホームラン狙えるようにしたいと思います。もう一つ、今日12個三振取りまして、シーズントータル115個、日本ハム大谷選手抜いて12球団トップです。そうですね、まあ、三振はね、アウトの手段でしかないですし、まあ、タイトルとしてね、一つあるんで、まあ、頑張りたいと思うんですけれども、まあ、そんなにこだわりはないんで、はい、まあ、いいところで取っていけるように頑張れればなと思います。
最後にこれだけ雨の中本当に大勢のファンの方が試合を見てくださいました、ファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、今日、天候悪い中ね最後まで残ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。まあ、なんとかね、もうすぐ前半戦が終わるんですけれども、まあ、しっかり、締めて後半に向けて、頑張っていけるようにしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日のヒーローは藤浪投手でした。